新外国人のバルドナード選手と船場様選手が今日から昇格しベンチ入りしています。今日はまた思い切ったオーダーを組んできました。増田大輝選手のスタメンは昨シーズンの7月以来で、1番でのスタメンは2020年の10月以来となります。中田選手がコンディション不良でベンチから外れていて、10人が登録されているブルペンはビーディ選手と三上選手が外れています。3週間ぶりの1軍登板となった井上選手は初回ランナーを出しますが、中軸を連続三振に仕留め、上々の立ち上がりを見せます。打線は2回まであっさり凡退しますが、3回表吉川選手のホームランで先制。その後増田選手のヒットと盗塁でこの日初めての得点圏となりますが、タイムリーは出ませんでした。3回裏、井上選手は三者凡退で抑え、3回まで5つの三振を奪う好投を見せます。4回表、巨人はクリーンナップが3人で抑えられ、その裏ヤクルトのクリーンナップ全員に出塁を許し、ノーアウト満塁のピンチを迎えます。そして内野ゴロとスクイズできっちり2点を取られて逆転を許します。井上選手はこの回で降板となってしまいました。5回表の攻撃も3人で終わり、5回裏からは船場様選手が久しぶりの1軍登板でしたが、きっちりと3人で抑えます。6回の攻撃、2アウトから丸選手がツーベースで出塁しチャンスを作り、秋広選手の打球はいい当たりでしたが、野手の守備範囲で得点できず、ビハインドのまま試合は進みます。6回裏からは新外国人のバルドナード選手が登板。昨シーズンのクロール選手同様、神宮でのデビューでホームランを打たれました。それでもいいボールもあったので、今後戦力になってくれそうです。そもそも来日してまだ3試合しか投げていない状態で、僅差の場面で登板させるのはかわいそうに思えます。7回の攻撃は2アウトからランナーは出しますが無得点。その裏は菊池選手が登板しピンチを作りますが、野手の好プレーにも助けられ無失点でしのぎます。8回の攻撃もあっさり終わり、大江選手が登板して3人で抑えて9回に入ります。9回の攻撃も3人で終わり、3安打1得点で負けました。これで巨人は3連敗で貯金がなくなりました。厳しい状況ですが、明日明後日勝って貯金を持って前半戦を終えたいです。このチャンネルでは巨人の試合が行われた日には、試合終了後1時間以内にその日の試合の振り返り動画を投稿し、視聴者の方とコメントで感想戦などを行っています。よろしければチャンネル登録お願いします。明日のヤクルトの先発は高橋選手です。高橋選手は今シーズン不調でしたが、ここ2試合は12イニングで1失点と状態を上げてきています。巨人戦には通算で13試合登板しており、防御率は 4.61 となっていますが、今シーズンの対戦では6回無失点に抑えられています。フォアボールの多い投手なので、いつもの早打ちはやめてもらいたいです。対する巨人の先発はメンデス選手です。ヤクルト戦は初登板となります。メンデス選手は前回登板で8回無失点、ここ5試合の登板では4度のクオリティスタートで防御率 1.82 と安定しています。明日も好投を期待しましょう。今日のイースタンリーグでは松井選手が先発登板し、プロ最長の7回を投げて6安打1失点に抑える好投を見せました。四死球も4つとランナーを多く出しましたが、粘りの投球でハイクオリティスタートを達成しています。松井選手は2軍降格後3試合に登板し、防御率は 3.00 となっています。このまま状態を上げてもらい、後半戦の連戦に向けて予備の先発投手として控えていてもらいたいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。